はい、クロスさんを探せのコーナーです。みんなも一回クロスさん見つけてみよう。俺も見つけたわ、早いわ。いいじゃな、なんか買おうとしてるのかな。そうでもないか。おーす、おまた。どうしたクロスさん。なんか買うの？いや、特に なあったわけじゃないけど。あ、そう。じゃあ行く。ちょっとずつ近づいてって、うん、ここに涼んでよ。あ、なるほどね。そうそうそう、星野くん LINE 来てたね。来てた。うん、あえてほっといたんだけど。あの口ぶりやってもう大宮ついてんのかね。いや、俺のとこに電話かかってたよ。あ、そうなの？出た？出た。あ、出た。なんつったの？最初俺、あの電話かかってた時、うん、出なくて、福田さんが、何それ、わざと。あのね、じゃあ俺銀行寄ったの、うん、ちょうど ATM あ、一番代理的、あいつタイミング悪いからな。そうで、で、入れてた時に急に来たから出れねえやつって、なんなんだお前って言ってで、一回来たからもう一回かけ直したら、今度あいつが出なくて、うん、おい、出ねえ、あいつそういうとこあるから出ねえじゃねえか、なんだあいつ。なぜか出ねえからなんであいつ出ねえなって。ああ、結構俺数秒後にかけ直したね、出ねえやあいつ、なんなんだって。いや、そういうとこあるんで彼は。もう一回、今度はそしたらあいつかけてきたな。ああ、なんつったの。で、それで電話して、お前がどこにいるんだったら、いや俺今もうやってさ、ビタビタついたわ。ああ、で、吉田がまあ今帰ったからって、まあもうちょっと来るよっつって、それから向かうわっつったら、じゃあ俺少し休んでから行くわって。何休んでんだよ、スクワットしてる。じゃああいつが休んで遅いようだったら待ち合わせはしないで、もう先に入ってよ。多分あいつの方が先についてると思う。あ、そうなの。いや、休んでねえじゃんあいつ。俺じゃあ5時ちょっと過ぎぐらいに着くようにしようとか。早いあいつ。早いわ。じゃあもう着いてんじゃね。でも多分もしかしたら着いてるかもしれない。マジか、なんだ、星野パイセン待たしちゃってるか。多分着いてると思う。マジかよ、今頃。俺おかしいな、遅いよあいつ、あいつで、それ以外 LINE されてないもんね。だからあいつはいつ着くんだよ。あいつは来ねえんじゃねえだろうな。チャージしてねえな、チャージしてねえ。いや、俺もさ、うん、星野にさ、5時半ぐらいになると思うよ。でも5時半にはついてると思うだから、うん、遅いなと思ってると思う。おかしいな、あいつら。そう、多分なってると思う。とりあえず金入れて星野のとこ向かうか。